レバナースで,で、ね、自由を手にる。レバレッジ投資会付きです。本日もよろしくお願いいたします。今日はね。 SOXL、絶対に負けない取引の理由というのを、ねまあおさらいの方をガッツリしていきたいということで、まあ、初めて見られる方っていうのはね、SOXL は危険だ、危険だと巷では言われておりますけれど、我がチャンネルでは全く危険ではないと。いや、それどころか安定的にね、資産を上昇させていってくれるものだという、ね、認識になっております。なんでそういうね、世間とは認識がかけ離れてるのか、けれども、使い方によってはやはり資産を減らして してしまう可能性もあるんじゃないのかということで、まあ、何でもそうですけれどね、完璧なものというのはないんですよね。ただし、うまく使えば資産を爆増させていくということに関しては、SXL 右に出るものはいないということになっておりますのでね、この辺りの理由というのはね、しっかりとお伝えしていきたいと。 あとはビットコインとナスダック100先物の,の方が動いておりますので、こちらの方をチェックして、今日のね、相場がどのような動きをしていくのかっていうのをね、頭の中に描きながら、今日のね、株式マーケット動いていくのにね、対応していきたいと思います。それでは、スタートです はい、まずはね、えー、ビットコインの方からチェックしていきます。えー、とうとう1万6000ドルをね、今割ってきました。まあ、ただ割ったっていう点もね、本当にね、少し割っただけなんで、ひょっとしたらこの動画が出た頃にはね、1万6000ドル回復してるかもわかりませんけれども、まあ、じわーっとね、えー、下落していくのかどうかというところをね、えー、見ていきたいところと、ただビットコインってナスダック100の先行指標だと言われていたんですけれどもね、ちょっと最近ね、動き的に、 当てはまらなくなってきましたのでねまあビットコインはビットコイン単体で見ていた方がいいのかなというふうに今は思っておりますポイントを、ね、入れたビットコインの方はマイナス14.6%と、えー、そこを掘っていく展開になってきましたさあ、えー、ポイント追加の目安である1万5000ドル台になりましたけれど今わずかに切ってるところなんでねまああと1日2日様子を見て1万5000ドル台 中ぐらいまでね、ぐっと下落したときに、ポイントを、ね、追加してみたいと思います。ナスダック100先物の,の方もね、動いております。ただ、残念なことにね。 月曜日、上昇トレンドに切り替わるかなと思ったんですけれど、TDC シャル的にはね、3営業日下落トレンドがついてしまったということで、なかなかね、えー、ちょっと上昇しきれないような状態になっていると。えー、ただ、日足の方のチャートでね、えー、見ていただいてますと、お分かりの通り、一旦上昇して、えー、そこからレンジに入っているということなので、こっからね、もう一発、11月の末にかけて。 上昇していただ、きたたいいなとううふうに思ってますただ心配なのが出来高が細ってるんですよね。ということなので、やっぱりね、12月14日の FOMC 待ちなのかなというところがありますよね。さあ、それではね、SOXL、絶対に負けない取引ということでね、SOXL を使っていれば、必ず短期であろうが、中期であろうが、長期であろうが、必ずね、取引は プラスになりますよと。トータルリターンの方はプラスになりますよというのをね見ていただきたいと。ただ、短期って言ってもね、デイトレとかではなくてね、数週間から数ヶ月のスイングトレード、こちらの方も含むということになっております。今のところ、ネックス証券で保有しております SOXL225 株、こちらの方がマイナス3.76%ということになっておりますので、SOXL がねガツンとまた底を掘る展開に 戻っていくのであれば、こちらの方を、ね、追加して購入していきたいと。そして上昇していくようであれば、利確のタイミングを測っていくということでね、下落した時に、マイナスのトータルリターンが出た時に、売らなければね、この SOXL っていうのはね、絶対にね、負けませんので、そのあたりの理由っていうのをね、今日はおさらいしていきたいと。で、初めての方はしっかりと心に刻んでくださいということで、まず1。 信用取引や CFD 取引と違い、株価が下がっても追加の資金がいらないということになっております。信用取引、CFD、株価が下落していきますと、追い金、追い金、追い金ということでね、追い賞を入れていかないと、自分がね、今保有しているポジションを維持できないということになっているんですけれども、現物の SOXL は、実はね、 はい。そのおい賞、おい金っていうのがね、一切発生しません。どこまで下がっていったとしても追加の資金がいりませんので、え下がっている時は見ないということでね、はい。目をつぶっていただいていれば、そのうち株価が上昇していった時に、ほら、プラスになったとなるわけなんですよね。ですから、信用取引と CFD との違いというところ、まずこれがね、一番重要なことになってきます。 で、二つ目の理由が、株価が今回ね、90%下落しました。ですけれど、繰り上げ償還は来ませんでしたということでね。まず一つ言われていたのが、株価が下落したときに、株数の方もどんどん少なくなっていって、繰り上げ償還来ると言われていたんですよね。ですけれど、52週の高値から90%も下落しても、繰り上げ償還のくの字もね出ないと。償還の書の字も出ないということになってます。えそれはなぜ なぜかというと、この90%下落しているときでも、SOXL の総資産額っていうのが5000億あるんですよね。ちなみに SPXL、S&P500 に3倍のレバレッジがかかっている商品、こちら3000億を切っておりますということで、実は SPXL、S&P500 のレバレッジ型の商品よりも、SOXL の方が人気があるということなんですね。資産を集まっているということです。資産が集まっているということはどういうことかというと、 いうと運営会社さんっていうのはこの SOXL の信託報酬手数料をしっかりと取っていかないとダメですよね。この90%下落が来ても5000億あった SOXL ですえ。ここから信託報酬手数料がいただける。株式は今下がっていても5000億分いただける。株価が上昇していけば52週の高値に戻れば10倍以上カメハメハになってますからあれ5000億が10倍になったらどうなるのということでね。はい桁が変わって とということですよね、えー、その中から信託報酬手数料がいただける商品なんで償還する必要があるんだということになりますので株価だけ見てますとね償還が来る償還が来るってビビる人たちがいるんですけれど、えー、しっかりと総資産額っていうのがね増えていってるかどうかここをチェックしていればね償還が来るか来ないかなんていうのが分かってしまうわけですよねということなので SOXL っていうのは今のね日本の特定口座で買えるレバレッジ型の商品の中で 2番目の投資産額を誇っておりますのでね、ねここが償還来るとなれば、そのすべてが償還来てしまうと、1位の商品以外は償、ね、還してしまうということになりますので、まあ、このあたりをしっかりと考えてください。ちなみに、1位の商品は T999 で、今のところ1兆4000億ほどありますと。そして、1日の出来高が億を超えているということでね。 運営会社さんは信託報酬手数料から利益を得ます。じゃあ SOXL を取り扱っている証券会社さんはどうやって儲かっていくんだそうです。売ったり買ったりしてもらって、そして手数料をもらっていくっていうことになってきますよね。1日の出来高が億超えてる。要は億の取引が行われてるということですね。SPXL とか TECL とかっていうのは、この取引の単位が万です。 えー、ということで考えていただくと、総資産額も頭一つ抜けている、毎日の出来高、取引も頭一つ超えている、どう考えてもね、こういう商品を。 召喚してくるということも考えられませんし3倍型のレバレッジを2倍に落とすなんていうことも、ね、考えられないということになってくるわけなんですよねさらに SOXL っていうのは個別株ではありません30社の集合体なので倒産の危険が限りなく少ないと30社が一度に全て、ね、同じ日に倒産するということが起こらない限りっていうのは SOXL 自体がなくなるということはないんですね指数ですから1社なくなったとして でもそれが脱落して次の会社が入ってきて30社に戻していくこれがね指数ですのでまあしっかりとねあのリバランスかけてくれるということになっておりますので、まあ、倒産の危険も限りなく少ないそしてここからがねさらに重要になっていくんですけれど半導体は現在から未来にかけて必要なものということで今の現代社会で半導体がなくなって 今のね、社会を維持できるのかっていうと維持できません。さらに未来にかけて、さらにこの半導体っていうのが我々の生活に密着していくものとなっていきますので、今からのね、世界を考えた中で、半導体のない生活っていうのが考えられないんですよね。そしてそういう、ね、未来が来るということは、世界経済を、 取るためにはナンバーワンのね座を射止めてるのは今アメリカということでまあアメリカが主導して世界経済を引っ張っていってるんですけれどこのね主導権争いに勝つためには半導体を取る必要があるんですよねですからアメリカと中国とで、ね、この半導体の覇権争いをしているとそこに台湾も入っていて台湾がアメリカが取れるのかそれとも中国が取ってしまうのかによってねこの半導体の の供給というところが、ね、変わってくるということで、まあ、アメリカも、ねえー、一生懸命、ねえー、こう台湾セミコンダクターとかを、ね、アメリカのアリゾナの工場の方にに、ね、移転してくるとかって言って、ねまあ、助成金とかめっちゃ出してるわけなんですよね。ということなので、今の世界経済を取るためには半導体を取る必要があるんですよ。ということは、半導体の需要がなくなるということはありませんよね。 はい。今は半導体の企業の株価っていうのは下落していますけれど、 これらの理由をまとめていきますと、必ず株価っていうのは上昇していくんですよね。世界経済、そして我々の生活において、半導体が使われないというね、世界は来ないということになっておりますので、今は株価だけが一人歩きして下がっていってる状態と、必ず上がっていくと。ただ、これがね、エネルギー産業とかになればどうでしょうかということで、まあ、今のね、石油とか石炭とかっていうのがね、まあ、いつまでね、主役で入れられる クリーンエネルギーというのが、ね、必ず出てきて、こちらの方もも、ね、技術革命されていくということがありますので、まあ、そういった産業を、ね、ということで考えていって、半導体の産業というのは、ねまあ、今から10年や15年先はまだまだ明るいということになっております。 これらの理由から株価が下がっても株価が上昇するまで待つだけでいいんですよと。SOXL っていうのは信用取引や CFD 取引ではありませんので、 信用取引 CFD 取引っていうのは自分自体が負けを宣告することがあります。要は、お衣装を入れられなければ、はい、その時点でゲームオーバーということですよね。ですけれど、現物の SOXL は自分以外が負けを宣告したかわからんけれど、下落したところでね、焦ってしまって、ローバー売りかけてしまって、自分が売るという、ね、ボタンを押さなければ、負けることがない取引なんですよね。ここを理解できるかどうかですね。信用取引 決めなけければ負けます。ですのであくまでもパワーゲームどこまでも下落していくんだったらどこまでもお衣装を積んでいかないといけないということなので人には資金には限りがありますので負けてしまう可能性っていうのがあるんですけれど SOXL っていうのは資金を投入する必要はありませんのでただ単に。 放置していればいいということになっていきます。放置していっても必ず上がる商品なのかどうか、それはね、半導体ということを正確に理解していただければ必ずね、はい、勝てるというね、商品になっておりますので、ですから、自分の持っている SOXL の基準価格が、取得価格が、今のね、株価の価格を追いつけ、追い越して、そしてある程度のところで 売っててしままえばね必ず勝てるとということになりますただし、半導体一つ気をつけないといけないのが、この SOXL っていうのは、2年に1回60%下落が来るということになっておりますので、まあ一旦底値で仕入れて、 ぐんと上がった時に売っとくのが一番いいですね、えー。そしてまた下がるまでただひたすら待つと。えー、この、ね、サイクルさえ繰り返していければ SOXL で負けることはないということに、ねえー、なっておりますので、まあ、このあたりを、ね、しっかりと理解して、今日も、ね、株式マーケットの方に 望んでいきたいということがありますので、まあ今日下落してもね、まだ10ドル切る SOXL っていうのが見えませんけれど、えー、今週、目いっぱいね、えー、下落していけば、またね、10ドル切りのポジションに SOXL が戻るかもわかりません。私は上昇していくと踏んでるんですけれど、さあどうなるのか一緒に確認していきましょうということで、今日はね、マーケットが開きますので、23時からライブ放送の方を仕掛けていきたいと思います。ライブ放送のご参加お待ちしております。 最後までご視聴ありがとうございました。ライブ放送でお会いしましょう。お待ちしてます。